皆さん、おはようございます。えー、のような本当の輪、新年スペシャルということで、いやー、2024年が始まりました。皆さん、今年も健康でチャレンジしましょうね。ということで、はい、今年もまたお世話になります。東京から WO イースト、ドクター水素ボトルの、 大城正了さんおはようございます。はい明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いします。お互い還暦を迎えるという、ね。今年とうとうね <laughs> 赤いちゃんちゃんこ起きないといけないことになりそうですね。とかね。これ、うん、沖縄でもちゃんちゃんこってマナーじゃ着るんですかね。あ,ね <laughs> あんま見ない。ちょっと今ねディレクターの方に突然ぶっ飛んでしまったん。もう何でしたらディレクターさんも入っていただきたい。ね。ね ああののといえばちゃんちゃんこですよね。うん。あの新年の <laughs> 沖縄は私はもう12年目3 12年目なので、えー、なかなか沖縄のことをまあ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 知り尽くしているんですけどねまずおせち料理ないんですようんねえ、うん、びっくりびいく,くらご寄贈ですけど <laughs> お雑煮もねお雑煮餅を食べる習慣ないですかな <laughs> ない。ない。 この前ね先月ですけど福井に行った時にね、うん、福井は羽二重餅っていう一種お餅があるんですけどそのお餅を安倍川にしたりきな粉にしたりぜんざいにしたりねそれからなんでもいろんなものにするのがブワーッと屋台が並んでそれだけでねお客さんが何千人って集まってたお餅祭りみたいなのがあってここでねつい3時間ぐらい居座ってめちゃめちゃ食べてしまったんですよ。 好きなんだよな私本当のこと言うとねえお餅お餅のおいしさをちょっと沖縄で知ってほしいですねなんかね,んかねそういうお餅お団子専門店とかやったらの生地っ受けそうですけどね,ね<え>確かにねほあの煮たらしい団子売ってますよねうん、うん、まあありますねだからお餅を全然食べないわけじゃないですか、うん、西川の,おのなん切り餅とかなんかなるほどあの なんかほらあの高橋さんの桃太郎侍の高橋さんが宣伝している正月だけやるやつ <laughs> ねあ切り餅ので最近はねあのえってことはお供えのお餅とかないですか二段の丸いやつとかお供え餅鏡鏡鏡鏡餅はあのー、模型は売ってますよねなるほど <laughs> あのホームセンターとかなるほど。<laughs> <laughs> 最近は昔は本当に丸いお餅が入ってたんですけど2段とかで積んでたんですから<う>ピキって途中でひび入ったりしてあれをあ,のあられにしたりとかねはい、はい、食べるんですけど最近はその丸い形になってんですけど中には四角い切り餅が入ってるみたいなそういうの増えてるんですけど、ね、<ー>あんまりお餅ないんですね<ー>わざわざ食べない。ってことははよくあの内地では 大体、きょ、ね、みたいなタイミングでこのお正月は喉にお餅を詰まらせて亡くなった方が3名いらっしゃいましたとかね、よくニュースになるんですよ。ありますね、本当、普通にね、沖縄は詰まらすもんがないから、<妻>大丈夫です。 大丈夫ですねあのー、お重のね僕がやっぱり内地当然長いのでお重箱でやっぱりち,ちょびちょびこうつまみながら日本酒みたいなのがお正月のパターンなんですけどあのケンタッキーフライドチキンのねお重箱バージョンとかねもう普通に普通ですからそれ。すごいですよね, <laughs> っそのね。そうするとこちらではよくあの内地でね、えー、とジャパネット高田のお重、うん、セットって 二、えー、万円とか言って、やってるの、な、流れてないです。えー、流れてない。ない全然だってね。なんでしょうね。あの、むか、無関心というか、そういう文化がない。んでしょうね。やっぱりね。りねねでも、ね、何でか、わかんないです。<僕>でも、この前、あの、あそこに、ほら、お盆で来た時に。やっぱ、ちょっとお重が出てきてっていう。人いましたよ。お盆、お重がある。うん。 お盆セットはありますよ、ね、な,んなんかそんんななイメージなんですけどね結構でも揚げ物きつめでやっぱり <laughs> このきつめってやつかね揚げ物がびっしりびっしり入ってあるだからこのちょっとほら腐ってしまう、ね、夏場そういうのでっていう理由とかあとはほら琉球王国の時代だから日本国っていう以前にそういったこう習慣が日本って出来上がってるじゃないですか、うん、でも沖縄は琉球藩だったので うん、なんかそういういのがやっぱりあもともとね,、うん、元々ねおせち料理あの内地で食べるおせち料理の起こりっていうかあれはその年末年始女性がすごいバタバタして大掃除をやって疲れたでしょうと正月の間からゆっくりしなさいよっていうことで保存がきくものだけをお重に詰めて食べるようにしたっていうのが起こりなんですようん、うん、そもそも。そうね、うん だからまあそういう意味ではね、あのー、お母さんもおばあちゃんも正月はちょっとのんびりしてるみたいな感じなんですね,ねえいいもんですよねまあ,あの沖縄とのね違いも含めてねいろいろびっくりしちゃうような佐藤さん。 ね突然降りますけど新年明けましておめでとうございます明けましておめでとうございますはいえー、東京から色の白い佐藤ちかさんをゲストにお迎えしておりますけれどもいつになったら喋っていいのかなーと思って喋 <laughs> 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 らない新しいゲストの形かなと思って待っておりました <laughs> <laughs> すごいですよこうなんとかシャドウのようなこうスケルサントなでんで、ね、せっかく来ていただいてから <laughs> ね。 ね、はい、えー、佐藤千香さんはドクター水素ボトルといえば欠かせないねお役割を果たし続けていらっしゃるという噂なんですけれどもただ噂です、はい、え自己紹介を年始早々はい年始早々ですはいあの、はい、皆さん明けましておめでとうございます佐藤千香と申します以前も一度こちらのラジオに 出させていただいていろいろドクター水素ボトルの知り合いの体験談とかいろんなことをお話をさせていただいたんですけれども、まあ、昔からドクター水素ボトルに関わらせていただいていろいろ、まあ、自分でももちろん使ってますし、まあ、お困りの方がいらっしゃればご紹介とかをしてきたような別に何で、はい、でもないい一般人でございます <laughs> <laughs> とは言いながらね僕はね東京で多分3本の指に入る 美味しいとんかつ屋さんを経営されてるんですよ。オーナーなんですよ。そうですね。あのとんかつ屋でございます。それは経営だけをされてる。それともご自身でお店入っ。ちゃう入ることもあります。基本的にはあのスタッフさんたちだったり店主がおりますので。はい、あの皆さんでお店をやっていただいてるんですけど、入る時もあります。 なぜとんかつ屋さんなぜ、はいまあ、ちょっと本当にあの不思議なご縁があって、はいはい、経営に携わらせていただくことになったというなぜという明確な理由は特にはなかったんですけどご縁だなというでもねお肉がねとんでもなく美味しい肉がちょっと手に入っちゃったりするんでへー、はいね、スーパーメニューがあるんですよ。ぶぶ 何ですか、えっと、例えばですよ佐藤さん自身が経営するならそれこそエステサロンとかじゃなくてもうとんかつ屋さんをやっている方とのご縁でとてうことなんですか。なるほど僕ねなぜの意味が違う、なぜその美容関係じゃなくて<ー>とんかつに行っちゃったんだろうなっていう。 ああんでですすけけどあとんかつはあったわけですねそうですうちはもう店主がおりますので<ー>、はい、彼のお店をどちらかというと、まあ、経営さしてるというよりもサポートをさせていただいてるっていう感じですかねあもうでもすでにおいしそうですよねあのだいぶ前のカツカレーの話じゃないですけどは大事ですねそう沖縄の人なんかね行ったらもう本当に喜びます台湾からわざわざ食べに来るらしいですから退去して予約が入っちゃうの台湾の方々から。 すごいですね、東京、大,大都会、東京にあるんですね、大都会、東京にございます、沖縄のとんかつは大体ね、3ミリから5ミリなんです、厚さが、わかります、えー、<laughs> すっごいハムみたいに薄いんですよ、基本、えー、ハムカツですね、ほとんどハムカツ、とんかつ定食って、普通のねあの、定食屋さんで食べるとんかつは、そういう感じなんです、基本。 うん、もう超上品でね、うん、めちゃくちゃ美味しいんですよい,ねねいっぱい芸能人の人も食べに来るんですよあんま言ってはいけないんで言わないですけど <laughs> そうですねやめてください大変なことになっちゃう大変なことになっちゃうねみんなこっそり食べに来てるのにでもね <laughs> テレビだったら徳光さんとかねもっくんとか来てたよねそうですねたくさんあのいろいろ取材にも来ていただいて <laughs>、はい、ただまあ本当一番は昔からあの周りのご近所のお客様が非常に多い もうアットホームな普通のトンカ屋でございます。なるほど宣伝したいようでできないので一旦 CM 入りましょう頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOO e a s t 株式会社電話番号「0335272211」一。嘘のような。 本本当の場、ね、え2024年も本日からスタートたししました、ね、ドクター水素ボトルの北条さんと東京から、ね、佐藤千佳さんお呼びしておりますけれどもねええー、佐藤さん、ね、ドクター水素ボトルといえばいう、ね、その深いお関わりになった理由もあると思うんですけど最近いろんな方とね、えー、出会いの場を作られているかと思うんですが。 エピソードドクター水素ボトルでございますすかそうですね。長く関わらせていただいてますけど、うん、やっぱり周りの方々でどうしても、ね、体調が優れないとかちょっとここが困ってるんだっていう方はやっぱり後を絶たないので皆さんに健康になっていただくためにご紹介することがずっと、ね、続いてるんですけど最近ではやっぱり昔事故でけ椎を損傷してしまってでちょっとやっぱりあの歩き方がね片足少し引きずってるような。 感じであと立ちあの立って歩くことがすごい難しい座ったり立ったりっていう、うん、あのそういった操作動作をすることがすごく難しいやっぱり立ち上がるのにすごいこうよいしょさあ立ち上がるよちょっと気合い入れないと難しいんだよっていうのでいつもねこうちょっとあの例えばお茶を一緒にしてる時に「トイレ行ってくるねちょっと待ってねちょっと待ってよいしょ」っていうような。 感じで立ち上がられていた方に、まあ、あのこういうものがそういえばあるんだよっていう話したらあじゃあちょっとちょうど主人もあのご主人様もねあの体調が悪いので、まあ、初めて使ってみようかなということで使われて、まあ、1ヶ月ぐらいですかね久しぶりにお会いして「まあ、どうですか?」っていう「ちゃんと使えてますか?」っていう話をした時にはすっすと立ち上がれるようになってて。 うんうん、よいしょっていうね、あのー、気合いを入れて立ち上がる動作っていうのが結構お年の頃はおよそえっとね60ちょっとだったと思いますえ不自由されてる方が多い年代にはなってきますけどもそうですね<ー>、うん、す,すっと立ち上がられてて「あれなんかすごい速くなってないですか立ち上がるの?」って言ったら「<laughs> いや本当にねおかげさまで結構体が楽になってね」と。 ご本人もやっぱり1週間ぐらい使った頃にはまあまあそんななんか変化があったような楽になったようなっていう感じだったんだけど一日やっぱりまあ3時間ぐらい頑張って吸っていただいてるご夫婦でであの主人の方もおかげさまで体調が回復して自分も本当にこう体の動きが軽くなったんですっていうようなことでお話をしていただいたのでよかったなと思って。 ねえ、脊椎まあ損傷を例えばされていたりしてもいいもんなんですかね。ねまあ血流で免疫力修復力が上がったんでしょうね。ねねあのよくあのまあ。 正直ね、ちょっとあの福祉の世界にいたこともあってその障害をね、うん、お持ちの方でやはり難病の方とかで、それが水素によってどうこうっていうね、あの解説をするつもりはないんですけれどもその血流が良くなると今までその動きを止めてた部分っていうか、うん、まあ炎症をね、うん、よく起こして不自由だった部分っていうのがやっぱり、こう、違法に向かうケースがありますかね。 先日ねちょうど NHK のねあの番組見てたら脊椎強症手術でなくててても治るっっいう番組やってたんですよちなみに星のさん、えー、脊椎管ですか脊椎が間が例えばこう狭くなったりうん、うん、圧がかかったり軟骨すり減ったり、まあ、いろんな理由がありますけどグッとこうなってしまったために狭窄神経に触ったりして痛みが出たりとかいうのがあるんですけど。 手術するしかないとかね、うん、そこになんか物理的に輪っかみたいなの入れようとか、うん、そういう風な治療ももちろん手術してはあるんですけど、それが結局良くするためには血流を良くすればいいんだっていうその番組の結論なんですよ。うん、<laughs> え、ってことはねっていう話になるわけですよね。うん、<laughs> いつも言ってるやつになるわけ <laughs> はい、はい、落ち着いちゃうわけですよ。うん、なるほどみたいなね、物理的にやっぱそうなったとしても人間の体の回復力 ですごいその血流が良くなれば体を自分自身で修復していくっていうその水素が治すとかじゃなくて水素は血流を良くしているだけですからそうですよね人間の体のね外力というも,もう年末をね仕切っていただいた坂東さんの話じゃないですけどもうとてもとてもそんな状態でねなかったはずの人が。 ね、もう何も,もなかったように、ね、こうゲストでお越しいただけるとっていうのは本当にびっくりします。ラジオをお聞きの皆さんも、ねあのー、ぜひ、ちょっと、ねえー、何だろうな検索していただいてもいろんな情報は出てくると思うんですけどただね、ねこれ、あのー、時々、ね、ラジオ通しても、あのー、私、呼びかけてるんですけどネットでいろいろ売ってると思うんですね、うん、ただその迷わず安いものをってお考えになる方もいると思うんですがぜひそういうことではなくて で、ドクター水素ボトルを検索してみてください。あらゆる数値が出て、立証された、えー、状態のものになっています。はい、ということでですね。一旦、C. M. に入ります。頑張るあなたを応援する、ドクター水素ボトル。体の中から若返る、ドクター水素ボトルが沖縄に。W. O. O. E. スト株式会社。電話番号、ゼロ三、三五二七。 二一一はい嘘のような本当のは年始のね特集といってもあの普通に30分ですけど <laughs> ね皆さん最後まで聞いてくださいねパーソナリティー土井秀人とドクター・スイスブトロの北条さんが佐藤千佳さんをお迎えしてお届けしておりますけれどもなんかアレルギーにもなんかね、うん、今聞いてそうです、ね、結構良さげなドクター・スイスブトロ。はいはいね あのねまあ、じゃあ私からお話しするとああこれ私自身の話ですけどねうん、うん、先月引っ越しをしをたんです先々月だ、だ、ね、同じ町にね引っ越ししたんですけどね、まあ、すごい荷物だったんですよ、でもうバンバン捨てたんですけどそれでも引っ越しするときにすごい量になっちゃってで、ね、その埃りまみれ、僕ねそのかつてからそうなんですけどハウスダストっていうアレルギーがあったんですよ。 これでねもうくしゃみが止まらなくなっちゃう,もう目もね真っ赤になってくるし、うん、もうどうにもならないもう本当にねサングラスしながらマスクしないとだめみたいなそれぐらいひどかったんですけどね引っ越しした時にあれってマスクしてないけどあれ目メガネもかけてないけど何ともないじゃんっていうほこりもうもうとまってるのに。うん だからね、ああいつの間にか良くなってるなっていうね。なん <laughs> でしょうね、まあ。だからアレルギー、ね、自律神経が水素をうと整うっていうのはもう知られてることなんですけど、はい、血流が良くなったことによって自分の脳が自律神経を調整する能力が上がってくれると、はい、アレルギーが 出出出づづららくくくなななっっててる絶対いいとは言いませんけど僕も何年かもともとねあの花粉症ひどかったのが花粉症はもうとっくに出てないんですけど<ー>ハウスダストはねまだあったんですよ<ー>ところがこの前引っ越しをやってみて「改めてやった!」っていう感じですよ「<laughs> ハウスダスト出てないわー」って言ってねえそういう部分ではちらっとね佐藤さんもありますアレルギーってこと。そうですね 結構その時期になると痒くてコンタクトが涙が止まらないんで、うん、入れられなくなっちゃって数日間メガネで過ごしたりとかっていうことがこの「ドクター水素ボトル」に出会う前までは何年かありました花粉症って何ですか 花粉症ってなんですかはい花粉症ってなんですか <laughs> そうなんです、ね。よ。さっき聞いてね、びっくりしたんですけど、<laughs> 沖縄に花粉症がないって聞いて、もうすごいびっくりしました。沖縄には杉がないんですね。<laughs> うん 沖縄にはそんな木がぼうぼうとなんか生えてるように見えるんですけどこんな自然豊かで、ね、だから内地の人が、ね、避難してくるんですよ3月4月5月いやびっくり花粉症みんなやっぱりね内地の方がもう花粉症ですっごい苦しんでる方たっくさんいらっしゃるのでもう、ね、僕も昔はねメンタも取り出して水,水洗いしたいぐらいうん、僕もですよだからこうずっと突っ込んでましたけどもうねあのティッシュじゃだめなんですよ、うん、ティッシュごと落ちるぐらい,い無理無理,無理、うん、ずーっとだって鼻水が止まらないんです、うん <laughs> もうなんかね僕初めて子供の時に母親が花粉症になったのを見て「なんなのその病気は?」とか言って<ー>でもそ,その当時花粉症って言葉はなかったんですよだからもう親をねあのなんか奇妙な目で見てしまったのが申し訳ないと思って自分も後でなったんですけどね, <laughs> ね<ー>そう,そう辛いですからねそう内地あるんですよあれか、まあ、それこそ経験者じゃないと分かんないですよなこうやってしゃべってらんないですからね,ね なんで杉切らないんですかっていうね。<laughs> そんなに杉って大事なんですかって、僕は杉並区に住んでるんですけどね。本 <laughs> 当、えー、大変ですか、花粉症はなってる人は。佐藤さんはそういうの、ええー、それこそね、花粉症が。な、なくなった。そうですね、うん、もう本当に。ほぼ。目の痒みだって、私はあの目に全部全集中で。 出てたのでもうかゆくてかゆくてもう本当にコンタクトが涙で落ちちゃって滑って滑って入れられないでもうかゆいからこすりたいじゃないですかこすっちゃいけないんですけどでもコンタクト入れてるとねこすれないからそれで結構眼鏡で過ごしてた時期っていうのはもう本当に1回もないですね吸い始めてからはーいやなんだな,なんでだって。 思いますけど、アレルギーという意味では、他にもあ、あ、るんでしょうかね。ねまあ、さっき言ったね、ねハウスダストなんていうのもね、うん、アレルギーですよね。でもね、まあ、アトピーなんかもね、改善するっていう事例はいっぱい出てるし。まあ、とにかく自律神経自体が、やっぱり血流が良くなることによって、ちゃんと落ち着いてくるってことはあるみたいですから。そこなんでしょうね。うん。だから、アレルギーがとか、この抗原。 に対してどうのこうのとかじゃなくて、うん、血流根本的なところで水素を対応してるみたいですね。そうですよね,、あのー、やっぱねつくづく思うんですけど、あのー、いろんな方々がこういった症状だったことがこういう現状回復につながっていった話が聞くじゃないですかでも、そ,そ,うなる、ね、そこがな、ね、よくなったらいいなって思ってこう吸入していると。 なんかね、他のところまでねっていうケースも根本的にね良、ね、くなっちゃうから同時に私なんかはね今から10年前はね14疾患抱えてたんですもう病,に病気のデパートだったんです本当に血液データもガタガタだしねでも今やもう何ともないから血液データ悪いとこないんでびっくりされるんですけどねよくね <laughs> だから根本的なところでしょうね水素吸うことにのメリットって。 そうですね、うんあのー、本当に、ね、毎週申し上げていますしたぶん今年も続けていきたいと思いますが、あのー、やっぱり、ね、出会ってみて、えー、喜びを得ている方々がこうゲストに、ね、来ていただいてなので、うん、やっぱりそうだな出会ってほしいなっていう体験会。 ね、血流を見ていただいたりっていうのを、常時ね、行ってます。沖縄でも、まあ、あのー、何度か、もちろんね、月に何回かは行いますから、気になった方はいつあるのとか、実際に見れるのなんていうのがありましたらね、この FM ギノマンさんのに問い合わせいただけたらと思ってます。で、ね、ドクター水素ボトルでぜひね、検索をしてみてください。 うん。ただあの商品のね説明とかそういったものはラジオをお聞きの皆さんならえー、また説明会に来てね。うん。あのぜひ知って体験をしてほしいなと思っています。ね。まあ佐藤さんもね健康の秘訣ですよね。ねそうですね。うん。お肌ツヤツヤですね。ありがとうございます。<laughs> <laughs> ドクター水素ボトルのおかげです。<laughs> <laughs> なんか無理やりをしてるみたいな感じだ。<laughs> もう年始早々みたいなね,、まあ、ねこの番組は一切忖度なしそうです台本もないですからね台本もないですからねもうなんかね居酒屋で飲んでる飲みながら喋ってるみたいな感じになってますけど <laughs> ね<え>、ね、今年もね本当にあに皆さんとねあのいい出会いが、ね、あるように皆さんがドクター・うー・セイ・ボトルと出会っていただくね何かのこうきっかけになればいいなって思っていますはいそんなわけで今年もね 佐藤さんもよろしくお願いいたします、ね、よろしくお願いしますうい,ましいい年になりますようにね、えー、ヨクター水素ボトルのホーゾーさんもまた、えー、今年突っ走って、えー、笑顔でね番組をお届けできるように参りましょう、はい、全国まいりますのでよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますそんなわけでね嘘のような本当のは今年も皆さんよろしくお願いいたしますありがとうございますありがとうございましたありがとうございました